今日は合コンだ。ブスばっかって聞いてたけど、実際は可愛い子ばっかでびっくりしている。レベル高え。さあ、結婚前提にお付き合いしてもらえるよう頑張るぞ。しまった、俺の左手の薬指に指輪が。今日は合コンだってのに、こんなの女子に見られたら既婚者と勘違いされてしまう。やばい。よし、外そう。いや待てよ、外してるところを女子に見つかりでもしたら、やっぱり既婚者と勘違いされてしまうんじゃないか。どうする俺。しかも、もし上手に女子に見つからずに指輪を外せたとして、うっかり落としたりしたら、せっかく拾ったのにうっかり落としたら本末転倒だ。おい、そうこうしてるうちに生が人数分来たぞ。よし乾杯。山本さんはご結婚されてるんですか？いや、してないよ。なんで？よし、うまくかわしたぞ。しかも、なんでって聞き返したことで会話が広がりそう。ああ、宴会コースのサラダが来た。畜生、これからだって時に。よし、進んで取り分けよ。右手で取り分けると左手で渡すことになって指輪が目立つから、よし、左手で取り分けて右手で渡すんだ。しまった、取り分け始めたはいいけど、左手が目立ちまくっているし、右利きの俺だからトングを持つ左手がブルブル震えて仕方がない。その都度指輪がキラキラして、くっそ綺麗だ。つくづく拾ってよかった。でもだからこそ綺麗なものが大好きな女子に見つかる可能性大だ。よし、なんとか取り分けたぞ。右手の出番だ。汚い盛り付けですが、はい、どうぞ。しかし、このまま人数分取り分けるのは無理だ。よし、トングを置こう。4人も女子がいるんだから誰かがやってくれるだろう。ほら、盛り付けてくれた。女子力高。気が利くね、お嫁さんにしたいな。って言いたいけど、俺さっき1個盛り付けてトングを置いたからな。ありがとうございます。すいません。よし、俺はこれで十分だ。仕方ない、行儀悪いけど左手は垂らしておこう。あ、お刺身が来た。おいしそう。って、この店員さん、左手の薬指に指輪してるぞ。よし、どさくさに紛れて俺も左手を出そう。両手で行儀よく食べよう。その方が女子の受けもいいはずだ。山本さんはご結婚されてるんですか？いや、してないよ。なんで？そら来た。さっきと違う女子に同じ質問された。女子、女子にモテモテだ。なんでだろう、他の女子にも話しかけてもらえる気がする。うわー、すごいぞすごいぞ。この指輪を拾ってからだ。やっぱりこの指輪は幸福の指輪だ。